本日のゲストは声優の篠田由香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、普段からゲーム実況でね、 YouTube でどんどんゲームやってる篠田さんとですね、今日はゲーム対決やっていきたいと思います。はい、はい、跳馬。跳馬、あ、これやったことないかも。これやりましょうかね。はい、跳馬。なんかマリオが飛んでるんで試合やっていきましょう。跳馬、はい、難しいでいきます。難しいでいく。攻めますね。あ、同時なんだ。なるほど。ナレーションが難しいです。音もなんかそんな感じですね。あー、全然飛ばない。はい、ちょちょ、あ、ちょ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 早い、早い。エッグマン震えてるけど全然できなかった。あー、それか、無理だよ。爪で、爪でいくよ、俺。爪でいきますね。ちょっと待って、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 これ。いや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 。あのジャンプ力あれなんだね。ジャンプだから連打しすぎてそのままジャンプしちゃってるんですね。ま、待たなきゃダメですね。待たなきゃいけないね。あれ押しちゃったね。ちょっと今だ。あれちょっと2人とも0点で終わっちゃった。もう一回いきましょうか。普通に、あ、難しい、いきます。難しいでいきます。難しいで。あれ、さっきの引き分けだったのかな。さっき、多分私が1点いくつ。あ、いや、じゃあ、じゃあ篠田さんの勝ちです。篠田さんの勝ち。あ、違った、着地しなかった。イエーイ。あ、高い。すっごい体でかい図体でジャンプしました。よし。でもジャンプまでは分かりました。コマンド入力が全くできない。高いぞ。いた。あれ、これ着地してんのかしてないのかな。してないな。お尻で着地したのか。お尻でしょ。あー、負けてしまった。勝ったということで、今1対1ですかね。いや、さっきこれ出てなかったから、もしかしたら負けていたのかもしれないですね。じゃあ、最初のやつノーコンテストで1-0でいきますか。わかりました。もう一回プレイいきます。激ムズやってみようかな。お攻めますね。激ムズやってみます。コマンド多いんじゃないですか。あ、そうかもしれない。え、全然ちょっと待って、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 0点。あ、でも1点取ってる、1点取ってる。ちょっと激ムズでした今。なるほど。あまりの表示にちょっと混乱しちゃった今。ジャンプ力行き過ぎるとちっちゃくなっちゃうんですね。はっ、あ、違った、違う。ガハッ、よし。着地も難しい。あ、取った、今回は取った。よし、あ、マリオの勝ち。やったマリオの勝利です。はい、1対1。1対1 じゃあ私もとても難しいにします。それ激ムズまで行くんですね。激ムズ攻める。激ムズでいくよ。でも点数きっといいのが出るんですよね、そっちの方が。そうそうそう、できればできる。できれば難しいので選ばない。はっ、よっしゃ。あ、違った。ティン、よっしゃ。おお、高い。高い点いきました。やばい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 。あ、やばい。足してどうだ。ま、あー、負けた。勝ったあれ、勝った。1回目の跳躍が私がダメでしたね。
おお、ギリギリ勝ちました。勝っちゃったということで、あれ3対1。あ、じゃあ勝っちゃいました。おめでとうございます。グラハラの勝利です。勝っちゃった。負けた。じゃあもう1球技ちょっと、わかりました。エキシビジョンでやりますか、何か。なんか面白いの、おすすめあります、じゃあ。おすすめ。じゃあこれで勝った人が勝利にしましょうか。なんてすごい点数配分点数これ100ポイントみたいなね。これ面白かったのどれが面白いかな。じゃあやり投げで。やり投げでいきますか。はい、振って構えて投げると、はい、あれ LR は意味はありました。特にないはないです。1回目はい振ります。持ち上げて角度を決めて投げる。あ、60度、高っ高っ。投げる、投げる。あれ、ちょっと待ってやった、よくわかんないけど、勝ったぞ。俺振ったけどマリオ渋い顔してる、振った。めっちゃ渋い顔してる。振ったよ、今え、それは、ここまだ2本目2投目があります、はい、ファイナルトライ振ったのに。いけ。あ、ファウルになっちゃった。線を超えちゃった。線超えちゃいましたね。狙いすぎましたね。狙いすぎた。俺0点だよあれ0点ですよ。はい、じゃあ1対0で、ま、今篠田さんの勝ちですね今。はい、まあコンピューターのマリオが1位ですけどはい、篠田さんの勝ちです。で、2トライ目、はい、2戦目ですね。ちゃんと点数ぐらい取らないと持ち上げて、で角度をここで、え、おい、あ、ファウル出ちゃった。え、遅かった、はあ、粘りすぎた。早めに投げないとダメなんですね。ですね。結構厳しいな。よし、2人ともこれなしになっちゃった。これはどういう結果だ。これはもう一回やりますか。2人とも記録なしっていう。記録なしで終わる。全員やり投げ失敗次行きましょう。はい、投げた。よっしゃ。低かったかな。あー、全然低い。よし、ぐぬぬ。もうちょっと高くしてねば。あ、高すぎた。28度、いいんじゃないか。ああ、でもそっちが、篠田さんの方が高いかな。合計が、うわー、合計じゃない、ベストか。ベストスコアか。あ、じゃあ俺の勝ちかな。ですね。お、よっしゃー、2だったということは一応お互いちゃんと投げれました、ね、はい。さっきのオリンピック選手としてありえない2本ともエラーっていうね。まだ1対1。今1対1です。あ、1対1だね。あ、そうそう。じゃあ、ね、まだ100点のチャンスあるんですね。そう、ラストね。ラスト。これがラストバトルですね。
ちょっと待って、島田さんもあれ、あーギリギリで落ちちゃった。なんかボタン押さなきゃいけないみたいでした。ボタン押すの？あのあーってなってる時は何かボタン押さなきゃいけないみたいです。あ、そうなの？あ、踏ん張りボタンとかがあるの？はい、あ、知らなかった。何かがあるっぽいです。ただ何か分かってないです。あ、抜かれたでした。お、71。お、これはこれは次篠田さんが 70m 超えないといけない。いや、もう2投しましたよ。あ、2投した？はい。よっしゃ、じゃあ103-1になっちゃった。103対1で倉原の勝ち。103対1。じゃあ次200点の勝負します。200点の勝負。一生終わらない。はい、はい、ということでゲーム対決は以上です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。悔しい。103点取っちゃった。